ただいま通塾浪人生、在宅浪人生ともにキャンペーン料金実施中。詳しくは概要欄の浪人生説明動画まで。まあ、なるほど。コメント欄にもどうでもええわってめっちゃ言われそうな気がするけども。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それで始めていきましょう。学びズムの中桐です。野上です。こんにちは。こんにちは。はい、今日はまあちょっと質問っていう形ではなくて、まあもしかしたらみんなも知ってるかもしれないんですけど、まあマーチっていう名称に変わって、スマートっていう名称が出てきてるというところで、ちょっとまあニュース的な感じで、それについて話していきたいかなというふうに思います。で、まあマーチに関してはもう皆さん知ってるかなっていう感じなんですけど、まあ明治青学立教中央法制の並びになってて、そこから中央と法制がちょっと外れて、で、上智ですね、ソフィアが入って東京理科大も入ってきて、スマートっていう形に、まあ、新しい大学群として、まあ、カンカン同立とかマーチとかっていうのに、変わるというか、そのマーチの代替としてスマートっていうのが出てきてるっていうところで少し話題になってるって感じなんですけど、これそもそもこう名称が変わる、大学のグループ分けが変わるっていう風なきっかけって、経過さん的にはなんかこう何が原因でなってるとかってありますか？まあ、就活、就職、実績と知名度じゃないかな。まあ、なるほど。コメント欄にもどうでもええわってめっちゃ言われそうな気がするけども。まあ、R 立教だった身としては別に嫌な思いはしないから。話をする、まあ就職、やっぱみんな気になるのが就職どうなのかなっていう話になってくるので、で今言っちゃったら中央法制が外れたのがなんでなのかなっていう話をしていくと、まあ立教行ってた身として言ったら、やっぱり就職実績やっぱすごいんよ。手前味噌になっちゃうけども、はい、具体的に言ったら周りに仲良かった友達もうみんな見事に大企業行ってて、証券会社とか銀行会社行っとって、はいはい、俺が予備高校生になるわって言ったらすげえアウトローに見られるぐらいの感じやったんよ。だからまあ就職活動の時は履歴書、あとはエントリーシートってやつがあるねんけど、うん、まあ出した時に言っちゃ悪いけども、その大学名でやっぱ切られるっていうのはまあやっぱ現実あるんよ。やけどやっぱ聞いてても、うん、立教で切られるってことはなかったから、うんうん、よっぽどさ、なんていうの、名前挙げたらあれやけども、大学院結構もう最上位、東大京大とかしか、まあ、狙ってないとかってこともあるねんけども、まあそこが心配なかったっていう点では、その点ちょっと法政中央のところはちょっと知らないけども、やっぱそこで線引きがされてるんじゃないかなっていう、なるほど、分析がありますね。なるほど、はい、入学してからその先でっていうところですかね。そう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 、なんか言い方的にすげえ響き悪くなったけども、やっぱりね、就職っていうところを見据えてやったら、いかに大学入ってから何をするかっていうのが大事やから、そういうのこういう名称にとらわれずに、もういざまあ就職面接の時に自分がやってきたとこを胸張って語れたらほんまに勝ちやと思うから、就職活動やってた身としてもやっぱりそこは思うので、まあいい意味ではとらわれすぎずに行きたいとこを目指して頑張ってほしいなっていう感じですね。はい、はい、それではこの動画はここまでしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいね、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。治療請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので、必ず登録しておくようにお願いします。